ウミオウムは、チドリメウミスズメ科に分類される鳥類の一種である。一種だけで独立したウミオーム属サイクロリンクスとすることもあり、この場合の学名はサイクロリンクスシトクラとなる。オホーツク海、ベーリング海の沿岸、千島列島、アリューシャン列島などの北、太平洋の当初で繁殖する。カラフト東部にも繁殖地がある。冬季はやや南下する。日本では、 数少ない冬鳥として、北日本の海上で観察される。繁殖した記録はない。体長は25センチメートルほどで、鳩よりも少し小さい。くちばしが赤色で、太く短く、下のくちばしが上に反り返るのが特徴で、和名も、この独特な形のくちばしに由来する。目の後ろに細くて、白い飾り輪がある。夏輪は、頭と背中が開国色で腹が白く、 脇腹には、海国色と白のまだら模様がある。冬和は,は、脇腹まで、白くなる程度で、夏はと、大きな差異はない。外見は、エトル風味ズメに似るが、腹が白いことと頭に関羽がないことで区別する。批判食期には、海上で生活する。あまり大きな群れは作らず、単独カニからサンバで行動することが多い。海に潜水して、沖網、ア単脚類。 ケンミジンコ類などを捕食するが、クラゲ類を捕食していた例もいくつか報告されている。また、水深30メートルほどまで潜れること、沿岸からかなり離れた外洋で餌を取ること、飛ぶときは他の海スズメ類より比較的高いところを飛ぶことが分かっている。4月から5月にかけて繁殖を始め、海岸の崖やその周囲の草原に大きなコロニーを作る。コロニーには、 他の海スズメ類が混じることも多い。津軽を作った海オウムは巣の周囲で大声で鳴き交わすが、これは北極ギツネやネズミ類などの捕食者から巣を守るためと考えられている。メスは1個の卵を産み、1ヶ月ほど放卵する。ヒナが孵化すると両親は1日4回の休時を35日ほど続ける。十分に成長したヒナは夜に単独で海に飛び立って、巣立ちする。 個体数は約100万羽と推定され、ウミスズメ類の中では個体数が多い部類である。ただし、海洋汚染や捕食者の動向によっては種の存在が将来脅かされることもあり得るとされている。ありがとうございます。